北国新聞ニュースをお伝えします。昨日の白山市長選挙で初当選した田村俊一さんが、健康で笑顔あふれる元気都市の実現を目指すと決意を語りました。田村さんは今日午前9時に白山市役所に初登庁し、職員から花束を受け取った後、市長室の椅子に座り、責任の重さに気を引き締めました。その後、白山市選挙管理委員会の村山円八委員長から証書を受け取った田村さんは、山田前市長の思いを受け継ぎ、健康で笑顔あふれる元気都市の実現を目指すと決意を示しました。また、幹部職員に対する訓示では、山田前市長が掲げたオール白山での市政運営に努め、市民との対話を重視し、まちづくりに全身全霊で取り組むことを強調しました。白山市は来月、ユネスコから世界ジオパークに認定される見通しで、田村さんは歴史や伝統文化といった魅力一つ一つに磨きをかけていきたいと語りました。田村さんは有効票のおよそ4分の3にあたる28,905 票で初当選し、4年間の任期が昨日からスタートしています。さあ、スタートしましたね。5月末には、ね、今おっしゃったように世界ジオパークの認定が控えていますし、はい、来年春には、北陸新幹線の延伸に合わせて白山総合車両所のビジターセンターの完成というですね、白山市を売り出すにはまたとない、ビッグな話題が相次ぎますね。はい、こうした勢いを生かして、オール白山の恵みを生み出してほしいと思いますね。そうですね。ではニュース解説です。50音図発祥の地にちなみ、あいうえおの里としてまちづくりを進める加賀市山代温泉で、29日から音楽イベントあいうえ音楽祭が開かれます。石川金沢風と緑の楽と音楽祭の加賀公演に合わせた催しになるそうですが、野口さん、北陸新幹線の延伸を前に湯の町の歴史を発信する絶好の機会にしたいですね。そうですね。この50音というのはですね、小学校に入学した頃から、勉強したと思いますが、はい、あいうえおから始まって、かきくけこさしせそと、50音を縦5文字横10字ずつ、配列した、表のことですよね。日本人が国語を学ぶ、一つの原型のような図ですけれども、これはその平安末期の1093年頃といいますかね、山代温泉の硫黄院温泉寺で初代住職を務めた明覚上人という方が原型となる本を作ったということでですね、五十音図の創始者の一人とされているんですね。はい、加賀市の山代温泉、観光協会は、そういう五十音図発祥の地という土地柄にちなんで、このあいうえおの里として町づくりを進めています。今回はその発信策の一環なんですよね。2021年には5月10日が50音図あいうえおの日に制定されたそうですね。そうですね。5と10を合わせて50音ということでですね、さらに10日が明覚上人の月命日ということで、観光協会が日本記念日協会に申請して、めでたく設定を、認定を受けたということですね。はい、観光協会では、明覚上人の学識を慕って多くの僧が集まったとされる、寺の歴史にあやかってですね、護摩札作りをも企画して、今年は学業成就を願う護摩札を、制作して、合格をもじった五角形の角に、梵字であいうえおの五文字が書かれていて、高校受験を控えた、地元の山代中学校の3年生に贈られたということですね。いろんな切り口であいうえおの発祥の地であることを発信してきたんですね。そうですね。そこで、今回の音楽会ですが、29日と30日の2日間開かれます。音ではなくて温泉の音の字をですね、使った音楽祭を開くということで、あけぼの商店街というご覧のところなんですが、そういう旅館がこう立ち並ぶ湯の川の西側に位置していて、
かつて北陸鉄道の旧山城線の山城駅と温泉の中心部を結ぶメインストリートとして栄えたところなんですが、こちらを会場にして多彩な出演者による歌やダンスを市民や観光客に堪能してもらうということで、学徒音楽祭の加賀公演でバイオリンとチェロの二重奏、県内の津軽三味線愛好者の演奏や地元のチアダンスチーム、よさこいソーランチーム、そして山城中の生徒らによる山城大田楽の演舞などという、非常に多彩な出し物が登場するそうですね。温泉とあいうえおってい う, こう意外な取り合わせ、よそにはないこれ発信力になりますね。そうですね、これからですね、歴史探訪とかね、トークイベントなども、どんどん企画していくようですから、新幹線高架も追い風にして、こう一味違ったですね、温泉情緒をアピールする、チャンスだと思いますね、はい、大いに期待したいと思います。はい、石川金沢風と緑の学徒音楽祭のプレ公演が昨日開かれ、県内で活動するアマチュアの音楽家などが一足早く優美な演奏を披露しました。石川はアマチュアの音楽活動が盛んで、その特徴を生かして市民参加型のプログラムとして市民オーケストラの祭典が学徒音楽祭を前に開かれています。祭典にはアマチュアのオーケストラ団員のほか、協力する近代フィルハーモニー管弦楽団やオーケストラアンサンブル金沢、それにガルガンアンサンブルのメンバーなど7つの団体からおよそ90人が出演しました。県立音楽堂で開かれたステージは、音楽祭の今年のテーマ東欧に輝く音楽に合わせて、チェコの作曲家スメタナの交響詩モルダウで幕を開け、大浦智弘さんの指揮で郷愁を帯びた旋律が丁寧に表現されました。祭典ではチェコを代表する作曲家ドボルザークのスラブ舞曲や交響曲第8番なども演奏され、音楽祭の本番へムードを高めました。今年の石川金沢風と緑の学徒音楽祭は今月28日に開幕します。期間中は高校生から一般までの吹奏楽団が集う吹奏楽の祭典や、北陸三県と台湾のジュニア管弦楽団によるジュニアオーケストラの祭典など、市民参加型の公演も複数予定されています。金による装飾、金彩をテーマにした展覧会が県立美術館で開かれ、さまざまな技法で金彩を施した工芸品が紹介されています。県立美術館の企画展陰影の中の金彩は昨日から始まり、会場には金彩で彩られた漆芸や焼き物、友禅などの工芸作品80点が展示されています。二部構成の企画展のうち、第一部の金箔と金沢では、金箔製造が金沢でどのように始まり発展していったかをたどります。また人間国宝の西出大蔵さんや吉田稔さんなどの作品を通して、ユネスコの無形文化遺産になっている円付金箔があってこそ成り立つ切金と有利金彩の技を紹介します。一方、第二部工芸と金彩では、金と素材の組み合わせや作家の技に迫ります。このうち照明を落とした陰影コーナーには、人間国宝の大場祥如さんや小森邦衛さんの作品があり、訪れた人たちが細く優しい線表紋や金をアクセントにした卵帯の網目に目を凝らしていました。この企画展は来月28日まで開かれ、県立美術館の中にある洋菓子店ル・ミュゼ・ドゥ・アッシュ金沢店では、会期中フランス語で金を意味するオールと名付けたスイーツを限定販売します。どれをとっても
非常に美しいですね。そうですよね。石川ゆかりの、作家の方々がですね、美術工芸の中にいろんな形でこう金を、取り入れてきたということはよくわかりますよね。はい、ただ豪華に飾るというだけでなくて、このぐらい中で温かみを醸し出すのもやはり金の底力かなと思います。はい、そういった金のこの深みというものをですね、感じ取るためにも、会場に出かけてみてはいかがかなと思いますね。そうですね。当時はこんなに今みたいに照明がきらびやかで明るくなかったですが、実際こう暗い中で見ると金ってどんな輝きを醸し出すのか、そうですね、価値が高まると思いますよね。楽しみです。さて、カードゲームと海岸清掃を組み合わせたイベントが昨日加賀市内で開かれ、参加者が海のゴミ問題に関心を深めました。このイベントは加賀市の環境団体プロテクト・ジ・オーシャンと東京海上日動火災保険金沢支店小松支社が県内で初めて開催しました。イベントではおよそ60人の親子が加賀市の旧三木小学校でカードゲームの体験会に参加し、環境に優しい行動が書かれたカードを選び、協力し合いながら海洋ごみの削減を目指しました。また塩屋海岸では砂浜に流れ着いたペットボトルやプラスチックのかけらを拾い、ごみを減らすための活動について話し合いをしました。このイベントで使われたカードゲームは富山県滑川市のプロジェクトデザインが開発したチェンジフォアザブルーで、小中学生向けの学習教材としても活用されています。ドロンコ運動会が昨日金沢市内の水田で行われ、子どもも大人も泥まみれになって競技を楽しみました。この運動会は金沢市の NPO 法人クラブポットが自然体験活動を子どもの発育や発達につなげようと毎年開催しています。金沢市二俣町にある田植え前の水田には大人も含めおよそ90人が集まり、タイヤ引きやリレーなど4つの競技に挑戦。泥に足を取られながらも田んぼの中を駆け回りました。運動会の後、地元の人たちは思い切り体を動かした参加者に硫黄泉で収穫した米で作ったおにぎりを振る舞いました。参加したある男の子は、虫が怖かったけど楽しかったと笑顔を見せていました。120本の鯉のぼりが金沢市内の神社に飾られ、境内を悠々と泳いでいます。金沢市北安江2丁目の安江住吉神社は、人形供養の際に持ち込まれた鯉のぼりを2005年から境内に掲げています。今年も清掃年会、安江住吉令和会の会員など15人が昨日過去最も多い120本を飾り付け、訪れた親子連れなどが青空と新緑に映える鯉のぼりの姿を楽しんでいました。安江住吉神社の鯉のぼりは来月7日まで境内を彩ります。安江住吉令和会の北川義久会長は、子どもたちに憩いの場として楽しんでほしいと話していました。金沢市米丸高架に住む人たちが地元の犀川や伏見川でごみ拾いをしました。取り組みは住民たちで作る犀川伏見川を美しくする会が企画し、昨日は子どもからお年寄りまでおよそ300人が参加しました。参加した人たちは青空の下、ごみ拾い用のトングを使い、空き缶やビニール袋などを集めたほか、草刈りや桜の枝の剪定も行い、身近な川の堤防をきれいにしました。すっきりしましたね。大事なことですよね。はい、ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。